皆様より、ご支援をしっかりいただきながら、形としては、東国が相手候補に出ました。そして皆様、そして本当に大勢の皆様からこの厳しい選挙戦を本当に支えていただきましたことにまず心から感謝を申し上げる次第であります。本当にどうもありがとうございました。新しくなりました選挙区でございまして、佐渡そして江南区で新しく佐渡淳先生の地域、亀田地域をはじめとする旧4区が今回新しい一区ということで、本当に塚田一郎まだまだ知っていただけないという中で本当に多くの方からご理解ご支援をいただきまして、厳しい選挙戦を戦わせていただきました。全国的に我が自由民主党の政治資金問題に大きなフォーカスが当たる中で大変厳しい戦いではございましたが、最後までしっかりと皆様のご支えをいただき戦わせていただきましたことには本当に心から感謝を申し上げております。まずもってこの度の選挙戦ご支援賜りましたすべての皆様に衣を借りて厚く御礼を申し上げます。本当にどうもありがとうございました。